どうも PO25 です、えー。動画の方を撮っていこうかなと思いますが、まあ、この画面というところで、一応ゆり漫画系の動画にはなるんですけれども、まあ、今回はどっちかというとこう、漫画集めてる人、 に対してこうあるあるをちょっと皆さんに問いたいなとこれあるある回みたいなみんなやってるみたいな感じのことをお話ししたいなと思っておりましてだから要はちょっと小話ですね特に何があるってわけでもないんですただちょっと聞いてください <laughs>、まあ、というところで早速お話をさせていただくんですけれどもまずはじゃあ皆さんこの作品ってご存知ですかねこちら、えー「君が死ぬまで恋をしたい」という作品でございます、まあ、ゆりひめの方で発売されている作品でございまして何でしょう緑のない子供たちが えー、戦争兵器として育てられる学校のお話 <laughs> すっごいざっくりした説明なんだけどだゆるひめにしてはかなりこう異色というかねうんそこでえー、国広げられるこうちょっとした、えーま、友情というかね、えー、まあこうハートフルなお話というか <laughs>、ま、人間関係的なところを描いたね作品になるんですけれども、はい、この作品あの私実は前から知ってたんですが読んでなくてですねちょっと前に 1> 1巻2022年の9月ぐらいかなに1巻を中古で買いまして、まあ、そこで読んでからしばらくこう手をつけてなかったんですよ。というのもこうなんか関数がすでにその時点で5巻ぐらい出ててああ5巻出てるのかと思ってなんか全部新品で買うのはなんかちょっと高くついちゃうなってことで中古で欲しいなぁと思ってたんですけどなかなかちょっと2巻以降中古で手に入らなかったですね。うん で、まあ、そんなことがありまして、ここまで放置してたんですが、つい先日ですね、この作品、あの、1巻から、えー、今、最新巻、6巻が出た、記念かなんかで多分5巻までの内容が、一人者プラスというサイト、まあ、一人者の漫画を取り扱うサイト、みたいな、まあ、電子書籍版みたいなやつですよね。それで、無料公開されますっていうのを作者さんにがツイートしてまして、お、そうなんだと思って、これはいい機会だと思って、読んだんですよ。 そしたらね、めちゃめちゃ面白くて。<laughs> 私、漫画読むのめっちゃ遅いんですけど、2巻から5巻までの内容がですね、あの、4時間で読み終わっちゃって。<laughs> いや、これ、面白いと思って。まあ、元から1巻は読んでたからね。それなりにその、登場人物とかっていうのは知ってたんだけど、うん、ああ、でも、この作品こんな面白かったんだと思って。で、まあ、ロック、先ほど言った通り、その無料公開がですね、あの、6巻発売記念だったということもありますので、あの、 私は先日ですね6巻を買ってきました、はいまあこれであの一応ね、えー、現状出ている単行本で出ている君としてのまで恋がしたいのお話は終了にはなるんですけれども終了というかその私は全部ね知ってることになるんだけれどもここからちょっと皆さんにあるあるを聞,いたい聞きたいんですよね。うん、あのさこうなった時にさここの間の巻ですよ。 買っちゃうよねっていう話 <laughs>。いや、本当はね、買う必要はないんだよ。だってここまで、もう、なんか、ね、1、その無料公開で2、1から5までの内容は知ってるわけだから。で、元から1は持ってたから、えー、まあ、も、ある、手元にあるんだけど、ここの間の缶は買う必要ないわけじゃないですか。お話を知る上だったらね。だけど買っちゃうよねっていうのが <laughs>、今回、あるあるで取りたくて。まあ、ただ私もですね、やっぱりこう、なんですよ。 な,なんていうのその知ってるお話の単行本の缶をね、買うっていうこと自体が、その、何ていうあまりこう、意味のないというかね、っていう内容、ことは分かっていますので、あの、まあ、なるべく安く済ませたいというところで、2缶はね、実はこれ、あの、110円で買えたんですよね。<う>えーっと、ブックオフで。で、えー、中古で手に入れることができたんですけれども、まあ、それ以降売ってなかったんで <laughs>、3、4、5、6。あの、全部、あ3、4、まあ、5、6は新品だけど、3、4、5、全部新品で買ってきました <laughs>。 なんでしょうね。まあ、まあ正直その無駄な行動といえばそれまでなんですけれども、まあただね、こう、無料公開してくださった、えー、まあ作者さんとかね、えー、まあその他いろいろ関係者の方に対してこう、感謝の意というかね <laughs>、それを表すことができたんじゃないかなというふうには思っております。まあだからこの作品風でいうところの返礼の日ですよね <laughs>。ね。<laughs> まあこのねこれあるある回っていうのをちょっと皆さんに聞きたいんですよねだってさ正直買っちゃわないねえ <laughs> だって本棚に並べる時にさ1と6って嫌じゃん <laughs> だからその間の感欲しくなっちゃうのよねえしかも6巻全部で出てるやつだからさその1と6の間がたくさんあるの分かるじゃんねえだから正直その買っちゃったっていうお話でございます そうそうね、これがあるあるかって話私はちなみにこのさこのそれを繰り返してましてねあの五、ー、等分の花嫁あるじゃないですかこれあのー、私2期までアニメは見たんですよで2期までの内容はどのくらいだったっけなんか9巻ぐらいなんだよね2期までの内容って修学旅行までだもんねあ,あ違うなん ?9 巻10巻10巻ぐらいだっけ ?2 期までの内容ってああ10巻っぽいですね なんか、そのくらいだと思うんだけれども、プールあれ、プール買いなんかあったんも、ま、90ぐらいだったわけじゃないですか。で、あのー、まあ、私、最初その、10巻あたりから買ったんですよ。続きが気になって。うん。で、ま、あそこから買ってたんですけど、なんかね、ある日ね、日常過ごしてたら、見知らぬ人に、あのー、5等分の花芋のネタバレ食らいまして。<laughs> ね。 ネタバレ食らって嘘だろうと思ってふざけんなよって思ってさでそっからまああのその2期以降の話を集めるようになったんだけどで一応その十何巻だ最後14巻ぐらいだっけ14巻14巻だね14巻まで買ってじゃあ終わりだってなったんですよそしたらさあの10巻から14巻までしかうちにない状態になっちゃってあなんか気持ち悪いなってことであの その、それ、それ以降、それ、そそれより前買ったんですよね <laughs>。まあ、そんなことを私繰り返しますから <laughs>。これがどうだか、ら結局これがアラ,アラなのかっていうのを聞きたいわけですよ。まあ、というところでありがとうございました。えー、チャンネル登録もお待ちしてますので、よろしくお願いします。バイバイ。<laughs> 何この動画 <laughs>。